こんにちは。彼女の DVD 全部捨てたら彼女に捨てられたポコチンです。今日はクラシックパームのコツをね、皆様に伝授します。YouTube の動画で一番見るのは、そう、自分の動画なんですね。自分の動画見て、うわー面白いな。うわー画期的だな。 っていう風にね、思ってるわけなんですけれども、わかりやすいしね、うん、今日はクラシックパームの動画見てた時に、あれこれ言ってなかったというか、僕もなんかできてねっていうか、なんか、やっぱね、初期の頃結構乱雑なね、まあ、動画で、ね、見にくくてね、申し訳ないんですけれども、コツ言ってなかったんで、クラシックパームをする際ね、コインのバージョンですけれども、この点に注意するとよりいいよっていうお話でございます。で、まあ、普通にパームはね、フィンガーチップレストから、 パームに移行すするんですけれどもこの時によくあるのがえこんな感じで親指が異常に立っちゃうっていうか親指がうるさい人こうパームしなきゃいけないタイミングで親指が立ったらこれすごく怪しくないですかこれが、まあ、結構ねマジックの中で、まあ、あんまり良くないって言われてたりでもね一流の方でも普通に立ってる人もいるから まあ、一概に絶対っていうわけでは個人的にはないと思うんですけれどもこの親指を立たないようにパームするのが重要ですよっていうお話でございますこんな感じですねどうするかっていうとまあ単純に親指と人差し指をこうつけた状態で ファームできるように練習しようよってことですね。最初慣れてないともしかしたらちょっと難しいかもしれないです。親指こんな風に、ね、なっちゃうかもしれません。うん。ね、なんかね、マジック中に急に親指が立ったりすると、まあ、怪しめみたいなね、格言があるらしいんですけど、まあそのこのところはね、今、まあ、よくわかりません、ね。もう一個ね、海外ドラマのね、ホワイトカラーで見たのがね、なんかね、フォースするときに、三つのものをフォースするときに、指さして指さしてもう、フォースしたいのを親指で刺すと、 フォースできるみたいなね。まあメンタルフォース的なものだから、うん。で、ドラマから見て、へーそうなんだ。じゃあ初めて知ったと思って。まあ本当か打つか知りませんけどね。ホワイトカラーでそんなことはあったりね、言っておりました。っていう感じで、まあ全然関係ない話もね、入りましたけれどもえ、ここね、えっとね、ダイレクトにこう、なんかなんかさ、乱雑にさ、俺もね、あんまできてなかっできてない時多いんですよ。乱雑になんか消す時はまだ良くないけど、なんか良くはないけどさ、 こう、こう来て、こうだったら、まだね、多少乱雑でもいいけど、こっそりパーム入れたいときあるじゃないですか。こっそりパーム入れたいときに、ぴょこってやったら、やっぱり、え、すごい、今なんで親指立ったみたいになるんで、まあ、これもね、人差し指、親指つけた状態で、パームできるようにしとくことに、まあ、しと、できるようにしてね、あの、損はないんじゃないかなと思います。はい。パームね、まあ、なかなか難しい技法だと思うんですけれども、まあ、常日頃からね、 まずは右利き手からでいいのでねパームした状態で日常生活ね僕の動画をご覧になったりね、えー、テレビを見たり日常生活を過ごしてみてはいかがでしょうか、えー、彼女に捨てられたポコチンでした。